文語別府湾チリメン文語別府湾チリメンは、文語灘と別府湾沿岸の木キ,キ市、早見郡肘城、別府市で漁獲され、加工されるチリメンジャコである。別府湾は、チリメンジャコの原材料となるシラスが黒潮に乗って、北上する通り道にあたり、工業場として知られている。また、別府湾はプランクトンが豊富なため、そこで採れるシラスは、肥育がよく、大きさも揃っており、 これを原料とするチリメンジャコは古くから高品質で知られていた。2004年の別府市、ひつキ市、ひじ町でのシラスの漁獲量は約1550トンであった。大分県では関サバ、関アジをはじめとする海産物のブランド化について先進的な取り組みが行われている。文語チリメンについても、例えばつ市やひじ町では、 文後別府湾チリメンを市村はじめ品の一つとしたり、別府市、日つ市、肘町の行政、漁協、加工業者等の関係者で文後別府湾チリめん銘柄化推進協議会を組織するなどして普及や広報を図ってきた。その結果、文後別府湾チリメンはチリメンじゃこの最高級品のブランドとして徐々に全国に広まりつつある。2007年6月には、 大分県漁業協同組合が文後別府湾ちりめんで大分県の産品として4番目の地域団体商標の認定を受けている。ありがとうございます。